川辺桃江は、飛鳥時代の豪族。姓は新。官位は正金城、民部京。川辺氏の名前は、河内国石川郡河野辺に由来する。この地は、現在の大阪府南河内郡千早赤坂村に、あたる。新先生四六教皇別上には、竹内宿根四世孫、僧が宿根の後なりと掲載されている。同族に、日本初期末期。 第十九の金明天皇二十三年七月上に、名前の上がっている、河辺神経官、牧、第二十二の水戸天皇三十一年世祭上で、進む白木副将軍の一人とされた河辺神明受け、牧、第二十五、二十六の高徳天皇の白地五年二月に、検討大使に選ばれ、翌年の西明天皇元年八月一日に、貴重した河辺神マロなどが存在する。 主として、対外関係の方面で活躍した一族である。初期末期第26によると、斉明天皇7年7月24日に天皇が、崩御した後、皇太子の桂木の中の大江の王子は祖福を着て、彰制を行い、即位しない状態で政務を取った。畜全国の朝倉宮から、長津宮へ先行してから、海外への軍政を取った。この地は、名つに近く、 水軍動員の理があった。8月になってから、軍の編成を行い、くだら救援軍を組織した。全軍の将軍大家家の安住の平船、そして将家家の川辺桃江信。五軍の将軍大家家の安倍引田平不信。大三上の物ノノベレ大戦上守君、大石別動対大戦下の京井連美郎、小山下の旗作り源来つぶきや五国も同時に送られている。 翌年5月、安住のひらふらは、船氏170艘を率いて、宝将と途中で加わった、鬼室福のブラをくだらに送り、宝将をくだら大尉につけた。桃江たちの任務は一応終了した。この後、河辺桃江が、どのような働きをしたのかは、描写されてはいない。天示天皇2年8月の白月の絵の戦いは、当、白木軍の圧勝に終わり、 大和政権がくだらに擁立した王与法省は数人の友と船に乗って航空へ亡命した。翌月7日、くだら軍の拠点であった周や原城は党に降伏した。くだらの移民たちはくだらも今日でおしまいだと言い、今後のことを相談する目的で日本軍の駐屯するテレー城へ行った。そして日本の軍将に従い、祭祀ともども船で日本へと向かった。 それから14年後、初期巻期、第二十九によると、天武天皇六年十月、内省金城の河辺も桃江は、民部教に任命された。一族の河辺信主首は、天武天皇十年十二月に、筑紫国へ派遣されて、白木氏の金田平を共応したという。河辺信は、天武天皇十三年十一月の発色のせいで、第二位の阿孫のせいを授与されている。 ありがとうございます。